平成の名勝負と称されたイチロー対松坂大輔の対決。日本を代表する天才打者イチローと平成の怪物と呼ばれた投手松坂大輔。松坂がルーキーイヤーだった1999年に始まり、日米通算で61打数15安打、ホームラン1本。対戦打率は2割4分6厘という成績に終わった2人の対決。一見すると松坂に分があるように見えますが、イチローが唯一放ったホームランは本人が狙って打ったというプロ通算100号。決して色褪せることのない名勝負を演じたイチローと松坂。今回は二人の関係性やお互いをどのように評価しているのかご紹介します。イチローは松坂をどう評価しているのか。イチローと松坂大輔の初めての対戦が実現したのは1999年5月16日、舞台は西武ドームでした。横浜高校からドラフト1位で入団し、キャンプから注目を集め続けていた松坂。5年連続で首位打者に輝き、天才の名を欲しいままにしていたイチローとの注目の初対戦とあって、スタンドには5万人の観衆が詰めかけていました。第1打席。150キロを超える豪速球でイチローを空振り三振に仕留めました。続く第2、第3打席でも松坂はイチローから三振を奪い、3打席連続三振に抑えたのです。最終打席こそフォアボールだったものの、2人の最初の対戦は松坂に軍配が上がりました。試合後イチローは、まっすぐも変化球も素晴らしい。三三振した僕が言えることじゃないけど、これからの対戦をイメージしていきたい。勝負以外の楽しみが増えました、と振り返りました。一方の松坂は、お立ち台で、これまではなんか自信がなかったけど、自信が確信に変わってきました、と球史に残る名台詞を残しました。しかし、天才打者イチローがこれで終わるわけがありません。7月の対戦で、イチローは松坂からホームランを放ったのです。しかもこれが自身プロ通算100号のメモリアルアーチ。松坂が投げ、イチローが打つ。プロ野球ファンを熱狂させる二人の対戦は平成の名勝負と呼ばれました。しかしイチローのメジャーリーグ移籍に伴い、日本球界における二人の勝負はわずか2年間で一度終わりを告げました。次にイチローと松坂の勝負が実現したのは2007年。松坂がメジャーリーグに移籍し、再びイチローと対戦することになったのです。2007年4月7日、舞台は松坂が所属するレッドソックスの本拠地、フェンウェイパーク。初回のマリナーズの攻撃で7年ぶりに相対する天才と怪物。松坂が投じた1球目はカーブ。これにはイチローも打席を外し、わずかに松坂を睨みつけました。日本人だけでなくメジャーのファンも大注目の初対戦の結果はピッチャーゴロ。その後の打席も松坂がイチローを抑え、4打数ノーヒットと松坂に軍配が上がりました。試合後イチローは、第1打席初球のカーブにはちょっと冷めちゃいましたと松坂との対戦を振り返りました。もちろん初球にストレートを投げることだけが勝負ではないことをイチローも分かっているはずです。それでも松坂に対してそう投げかけたのは、イチロー自身が松坂に求める高い理想像があったのでしょう。実はこの1年前、2人は野球の世界一を決める大会、ワールドベースボールクラシックで日本代表として共に戦いました。この時イチローは、日本の野球が世界一であることを証明できるチャンスだと張り切って参戦。チームのエースとして期待を背負っていたのが松坂でした。直前の合宿中、イチローは松坂に声をかけます。お前、舐めてるだろ。即座に否定した松坂に対して、いや、深いところで舐めてるんだよ、お前は、とさらに食い下がったイチロー。自身にカメラが向けられていることを知った上で、チームのエースに対し厳しい言葉を向けたのです。この叱咤激励が効いたかどうかはともかく、大会で松坂は MVP を獲得する大活躍を見せ、イチローと共に見事日本を世界一に導きました。最近でこそ高校生などアマチュア選手への指導にも熱心なイチロー。しかし現役中は美しくないものは見たくないとアマチュアのプレーを見ないほどの徹底ぶり。そんなイチローがこうして松坂に対して気にかけ、声をかけるということからも、いかに松坂のことを認めているかが伺えます。イチローは松坂のことをこう語っていました。
あいつが背負っているものは何か人と違うものがある。なかなか同志という存在はいないんだけど、大輔はそういう意味で唯一の存在かもしれない。そんな風に一郎が特別視していた松坂田の名勝負は2012年が最後となってしまいました。そして月日は流れ、2019年に一郎は引退、2年後の2021年に松坂もユニフォームを脱ぎました。松坂引退について一郎は、大輔は初対戦の3三振から22年間僕にとって共に競い高め合えたと思える唯一の投手だったといたわったのでした。松坂は一郎についてどう思っているのか。一方の松坂は一郎についてどう思っていたのでしょうか。引退後、松坂は一郎とのこれまでの対戦について語りました。初対戦で3打席連続三振に抑えていた松坂。しかし実際は構えて対峙している時点でどこに投げてもバットが出てくるようなイメージが出てくる。正直どこに投げていいかわからなかったと一郎の凄みをマウンドで感じていたのでした。一郎との初対戦を終えた松坂は、自信が確信に変わったという名台詞を残しました。この年のオフ、雑誌で対談することになった二人。そこで一郎は早速あの発言に突っ込みます。甘いよって思いました。一回で確信を持たれちゃ。一方の松坂は、なんかかっこいいことを言いたかった。自信になりましたよりひねりを加えた方がいいかなって。でも一郎さんが僕に対してイメージができていないって聞いていたので、次からが大変だなと。それぞれ素直な思いを打ち明け合いました。そしてその2ヶ月後に一郎が松坂からプロ通算100号ホームランを打ったことについては、僕は9回になる前に交代するかと言われていました。8回まで0点に抑えていたんですが、この日はあまり調子が良くなくて。だけど9回の先頭バッターが一郎さんだったので行かせてくださいと。99本というのは知っていたので良かったのかなというのはちょっとありましたね。でも本当は抑えて完封したかったと振り返った松坂。一方で一郎は、最初の対戦でもそう、はっきりとした結果が欲しいわけです。彼が三振を取るか、僕が4本打つか。そりゃ負けた方は悔しい。でも見る側から考えるとその方が面白い。彼との間で今後面白くなっていくためには、お互いを全部知り尽くした上でやりたい。それでどれくらいできるかっていうのが純粋でしょうと熱っぽく語ったのでした。それから日本、メジャーで数々の名勝負を残した二人。引退後、松坂は一郎を抑えるための配球について明かしてくれました。普通のバッターならインサイド突っ込んで外に落とせば大体打ち取れるパターンなんですけど、一郎さんの場合は体勢を崩したところで意味はないと思っていた。基本的には力で抑え込むことをイメージしていた。アウトハイのまっすぐで打ち取ることが多かったイメージ。しかし一方で、体に近いところはうまくさばかれていたイメージがあって怖さがありました。ちょっとでも甘く入ると一塁線をきれいに抜いていかれると、インコースでの勝負はリスクを伴うと感じていたのでした。平成の怪物と称され、甲子園で春夏連覇を達成し、プロ野球、メジャー、そして日本代表としても活躍した松坂。引退直前、松坂はプロ野球生活の中で最も後悔している一球について語りました。それは、一郎との勝負での一球でした。メジャーでの一郎との初対戦。ここで初球にカーブを選んだことを松坂は悔いていたのです。実は、初球はストレートと決めていたという松坂。星野、バリテックに問われ、松坂は内心ではストレートと思いながらも、カーブに配球を変更。そして、一球目を投じた後、一郎から冷たい視線を浴びることになったのでした。そこで迷っちゃう僕もダメなんですけど、未だに初球の後の一郎さんの顔は忘れられないんだよなと苦笑いで語ったのでした。互いを認め合い、リスペクトしていたからこそ、一郎と松坂の勝負は一つ一つが真剣で尊いものだったに違いありません。そんな二人を象徴するようなシーンがあります。それは2021年12月4日に行われた松坂の引退セレモニーでのこと。ファンに挨拶をした後、西武ドームのホームベース付近に一人立つ松坂。バックスクリーンの大型ビジョンに映し出されたのは、これまで数々の名勝負を繰り広げてきた一郎でした。大輔、どんな言葉をかけたらいいのか、なかなか言葉が見つからないよ。だから僕にはこんなやり方しかできません。
許せ大輔。そう語った一郎がビジョンから消えると、一塁側のベンチ脇からスーツ姿で現れたのです。球場中のどよめきと歓声とともに、花束を手に歩み寄る一郎の姿を視界に捉えた笑顔の松坂。しかしその後、両膝に手をついて感動の涙を流しました。一郎が一言、ねぎらいの言葉をかけ握手を交わすと、目に涙を浮かべたまま感無量の笑顔を見せる松坂。18.44 メートルを挟んで対峙し続け、幾度となく名勝負を演じてきた二人。共に日の丸を背負い、二度の世界一も経験した二人だからこそ味わえる瞬間だったのかもしれません。微笑みながら花束を渡した一郎と、少年のような笑顔でそれを受け取った松坂。名勝負を見せてくれた二人に、ファンは惜しみない拍手を送ったのでした。